おお、入りますね。ああ、ピンポイント。これですね。いやー、ピンポイント。いやー、それなんですよ、それなんです、それです、それです。もう引く、あー、気持ちいいですね。はい、あー、そこそこそこです。これは結構気持ちいい。腰を膝裏つぼあるので、はい、はい、硬いっすね。そうですね。聞きます。うわ、そうですね、ちょっと外に回線させるっていうのがしづらくなってるんで。すごい。どういう体勢だったの？まあ、これで左足ちょっと伸びてますね。はい、で、できますね。大丈夫です。大概大丈夫ですもん。あの足の痛みに比べれば。比べれば。まだまだ。先に足やっとくと怖いもんなくなりますね。そうですね。なんか、なくなりました。これ聞きますね、はい、はい、
おお、入りますね。うわ、あー、ピンポイント。これですね。いやー、ピンポイント。よし。響きますね。響きます。腰がね。それなんですよ。それなんです。それです。それです。もう。ここはちょっと叩きましょうか。どうですか、関係は。大丈夫です。はい。ちょっと痛みますかね、やっぱり。いや、全然大丈夫です。はい。いや困ってます。足裏に出ちゃってるじゃないですか、ね、そうです ね、ね、どっちが先かわかんないですけど、こんだけそれ腰硬かったら腸もね、働き悪くなりますね。ですよね。あ、でも左より右ですね。はい、ここが、まあ、そうですよね、さっき右縮んでましたもんね。そうそう、右伸ばしましょうか。はい、ちょっと開くようにします。来ましたね。来ますね。もうこの時点で、ね、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。おお、横っ腹に来ますね。来ますよね。多分いきなりやったら結構引き裂かれる感があったんじゃないかと。サボりぐらいです。よし、よし、よし、よし。大丈夫ですか。大丈夫です。よし。よし。効く。あ、気持ちいいですね。はい。あ、そこそこそこです。これは結構今強圧が入ってます。浮いてますから私。今浮いてますから。やばいですね。超能力ですね。超常現象。完全に乗せてるってことです。超常現象です。気持ちいい。気持ちいい。ちょっと入るようになってきましたね。いやー、効く、響く。浮いてるアピール。いいっすね。こういうの嫌がられるんですかね。どうですかね。ちょっと後で加工してなんかあのドキュメンタリーっぽくしてますからね。あ、伸びた。はい、伸びてきました。30分短いですからね。はい。